はい、こんにちは、ケストです。はい、どうもハネムンです。さあ、ギャンブラーやっていきましょう。前回ね、1回目やりまして途中で負けちゃいましたけど、まあ感覚をつかんだんでね。あ、負けたっけ。前回負けましたよ。なんか最終ステージ行く前に負けました。あー、ドラゴンか。あ、出た。いろいろ左、一番左やって、クラブデッキ、スペードデッキ、シールドデッキ、ね、ダイヤデッキだよね。はいはいはい。これはまあ何もないデッキもあります。実力派デッキ、ラに勝利してか。なるほどね。まあクラブが強いよね、単純にダメージ与えてくれるからね。じゃあ今回はハートじゃなくてクラブでいきますんで、よろしくお願いします。回復はないので食らいたくないですね。そうですね、もう速攻倒してっていう感じでいきたいですね。さあ、出た。まず酒場からですね。ジャンキーね。あー、いいでしょう。ヒットしていきましょう。よいしょ。3。ああ、まだまだ。4。見てまだ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 。5。うわあ。10、11、12、13を引いたらバースト。でも、半分の確率で大丈夫。いったれ、バカ野郎。うわあ。食らいたくねえって話をしてたのに。あー、痛えな。どうやって回復するんだろうね、今後ね。17も負けてる。でもスタンド、さすがに一度にだけか。無理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 、スタンドです。はい、2くらいます。2ぐらいだったらくらいます。はい、6。またこういう感じだよ。いや、無理だな。あー、しょうがねえ。くれてやる、くれてやる。最初が一番きつい説。おー、いいじゃない。17だったら、あー、強いや。強い、負けちゃうかもね。イエス、これ。あー、まあ2は引くしかないな。で、次がエース確定ね。エース確定、13だから、まあもう1枚引きだな。そうだね。いけ。あはーえ、このゲーム、難しい。でブラックジャックはむずい。あ、18、負けてる。おいで、運がいいんだよな。4しか、これは4しか勝たん。スタンドだね。つえよ。どうなってんだよ。 HP 半分まで削られちゃったよ。17だ、この野郎。あ、4くれば21。だったら行っていいんじゃねえの、これ。行くぞ。よし、よし、お見事。さすがこれ大ダメージですよ、これ。42点ね。すごいな、相手 HP5 なのにな。オーバーキルです。はい、42。負けたよ。さてと、削られたよ俺は。お、何これ。エスカルゴの皿、手札に加わる。手札に加わってスタンドしたらラウンドアップ。ラウンドアップはプラス1歳2。はあ。エクスプロイトすると6。難しいですね。盤面に残るってことだね。これは足払い。3。このエンカウントで相手のスコアを22、あとは最後さ22に設定する。燃やす。相手のブラックジャックを破れるね。ああ、なるほどなるほど。うん、で、こういう、これ自体は3の能力があると。10、10、21、GG をこれで殺せるね。ああ、あいつね。あ、めちゃくちゃ時間かかるやつね。これで殺せる。まあ足払い引くか。そうね、それやるかどっちかやね。じゃあめくっていきましょうか。なんだこれは。リバース。ああ、逆になるやつだ、ね。ああ、足払い。はい。OK。何これ。え、こんなの初めてで、前なかったよ。1アドバンテージスター。あ、いや、取ったかな。あ、取ったっけ、わかんないけど。でも左じゃなかったか。スコアが17以上の時アドバンテージ1。あー、なるほどなるほど。でアドバンテージを何で得るかだね。この辺間帯に作成されたカードをプレイするとき、これちょっときつくね。右じゃね。そうだね、こっちにしようか。17以上あって出したら18になるよってことだよな。そう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 。あ、強いじゃん。18になる。あれ、アドバンテージ1って最後プラス1してくれるんじゃない、これ。違うよ、アドバンテージってあの手札から使うときと。あ、これか、アドバンテージ、こっちのことか。うん、酔っ払い、いや、酔っ払い前回やったからこっちギャンブラーでいこう。はい、さあ行きましょう。10、9。ああ、勝ちだ。はい、死亡。ほら、あれ、そっか、21じゃないからクローバーの火力は出ないと。そうだった。まあでも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 、何だったんだよこいつ、はい、何だったんだよ。ハンディ9。手札にある全てのカードを全部捨てる。クイックディスカード。同じ枚数までカードを引いて手札に加える。まあだから手札にあるカードを交換するカードですね。で9で、ハンディだから、まあ手札に変わるよね。はあ、はあはあはあ、面白いは面白いね。うん、丘の王。
このエンカウントで現在持ってるフェイスカードがこれだけなら、あー、インスタントブラックジャックね。はあ、はあはあははあ、うーん、フェイスカードね、難しそうだよな。見ますか、開けますか。出たー、強いけどね。うん、まあね、これがさっき言ってたあれだな。そう、プラス1ラウンドアップ ね、 ラ ウ, ップね、ラウンドアップね。はいはいはい。ラウンドアップ、はい、いいでしょう。偽造者、これは増やすのかな。なんかやったけどね、忘れた。なんだっけ。ああ、カードの値を増やすやつだ。なるほど、なるほど。値を増やすやつか、うん、なんか9とか10にしちゃうか。いいよ、増加で。だ、あ、9を10にしちゃえば、まあまあまあいいでしょうと。ブラックジャック起きやすいでしょうと、はい、まだできんの。10を11にしてもいいけどね。なるほどなるほど、はいはい、チップがあれば無限にできたってことか。一杯やる、これなんか回復だったっけな。無料で3回復とかじゃなかったっけこれ。ああ、取り除くだ。あ、取り除いて3ダメージ食らうのか。40チップ65払えないから、まあまあ3ダメージ食らいながら取り除きますか。何がいらないかな。なんかここら辺の真ん中のカード弱く感じますね。5とか4とか分からんけど、まあ俺はもう2とかも弱く感じるけどね。2も弱いし、もちろん2も弱いね、3も弱い。ここら辺全部持ってってくんないかな。エースと10だけでいいんだけど。8消せば、じゃあ、あ、でも8は10と8の可能性があるか。まあ、2とか3とか消せば。じゃあもう3消すわ。もうよくわかんない。よくわかんねえけど。宿泊する。これが回復だね。あ、でもチップないぞ。65。チップないのに。45。HP3。戦った方がいいと思うけどね。ショップ4カード。金がないって。なんだろうこれ、ショップ。まあそっか。行ってもいいよ、別に。まあじゃあ、従者と戦うわ、はい。私は負けない。いいでしょう。さあ、8、10、強い、スタンド。はい、バイ4。お、出た。こっちが22、ね、あっちが20ね。はい。17。あ、食らった。シールド？なんだこれ。プレイ時ダメージを2受けて5シールドを得る。あ、なるほどなるほど。相手がバーストしたら勝てるけどね。バーストしろ、しない、しない、いいでしょう。はい、勝ち。あ、勝ち。ブラックジャック、おらー、えい、最初のやつが一番強かった。あ、本当にそう。クジラカード10、チップを21失う。あ、すごいね。その後ダメージ与える。おお、おもろいね。はいはい、世界のハーフね。こちら。ビッグ2。12。12か2か。プレイされた値が2のカードをすべてビッグ2に変える。はあ、なるほどね。12って強いのか？今強くはないね。でも、足払いが。まあ、足払いとはコンボになるけど。でも足払いが3なんだよな。そうだよね。12ってなんか嬉しくない。11だったらね、ブラックジャックってできるんですけどね。ちょっと。世界の王がいいですかね。他のすべてのフェイスカードを燃やす。あ、相手もだよねこれ多分ね。そう、相手も。いいんじゃない。まあもう単純に数字が10ってやつは強いよね。そうね、清掃員ね、いいでしょう。さあヒット、うん、私が22、足払い、相手が20。まあちょっと勢いでいったけど全然バーストの怖さがあったね。10以上でダメ。そうね。あー、ここは5ダメージ甘んじるか。いや、無理はしない。4ダメージか。4ダメージ食らうわ。OK。ほれ。2、なんかロックされた、このカードだね。相手がプレイしたカード1枚ロック。はい。12、一番困るんだよな、これが。いや、困んない、困んない。22だから。あ、そっかそっか。うん、じゃあ、もう何、なんなら10来てほしいんだ。そう。 うわー。来ない。まあ無理だな。2や2ダメージぐらいいいでしょう。さあ2がロック。おい、いつまでロックするんだよ。早く終われよこれ。ロックもずっとだよ。あ、強。素晴らしい。ナイス。2ロック強えな。ロック結構強いかもね。
まあ、スタンドでもいい。まあ、17だったらね、そこそこ悪くないですからね。まあ、エースまでロックされちゃった。エースロックはまあいいか。13確定は辛くないか、まあ、いいけど。まあ、3にもなるからね。ああ、まあ。エースだから。よし。はい。まあ、なんか強えな。移り強えな。13ね。あ、強えな。21やん。神ロック来たかもしんねえ、これ。相手のロックにより。1が、これはあれだね、エースが1になったね。そうだね、13だね。まあ、引くしかないか。OK。まあ、2枚しかドボンがない。おお、素晴らしい。いいんじゃない？残念。ああ、だろう。あ、強えや。ああ、マジ？毎回20出すよ、俺。20確定だね。毎回20で攻撃するけど。毎回20確定。いいのかい？はい。知らないよ。ここスタンドでしょ。君が始めた物語だよ、これは。君が始めた物語だぞ。はい、スタンド。おい。なんだこいつ。何しに来た。デカエース、ダイオブ6。6だって。すでにスコアが15以上の場合、チップを6得る。なるほどね。被害者カード。ダメージを受けたとき、相手がプレイしたカードすべての後にプラス1する。おもろいね。なんかバーストに持ってけそうだね。だからなんか、あれだね。その、スタンド以外でダメージを受けたときだね。だからちょっと、あんまないね。チラッ。レインマンか。レインマンね。悪くないんだけどね。11ね。まあダメージも与えられるしね。いきますか。もらっちゃいましょう、レインマン。はい、なんなんだ、あいつは。でもレインマン1個だけ弱点があってさ、見えねえっていう。まあね、見たときに難しいよね。存在に気がつかない。こいつあいつか。いやまだじゃない。こいつじゃないか。うん、用心棒でしょ。こいつじゃないよ。よかった。これね、見づらいんだよね、これがね。そう、本当に存在がね。54か。50% ですね。行くべきか行かざるべきか。 HP もちょっと少ないからね。まあね。ひよってるやつおるんか。ひよっとけよかったよ。うわー、生き返った。名刺によって生き返った。ひよってるやつおる？お、ありがとう。生き返るとはまさか。名刺によってカードを奪われて。生き返ると思うね。復活した。はい、また取られた。また取られた。名刺取ってったぞ、あいつ。ね。ぐちゃぐちゃだよ。あ、はい、なんだお前。はい、エレベーターのキーね。よし。ああ、普通のキング、クラブの4、ヒントカード。ああ、あれだね。プレイしたら、プレイしたカードもしくは墓地から一番下に移動する。だからまあ、オーバーしちゃいそうな時とか戻せるけど。なるほどね。墓地だ。墓カード。6から10枚ランダムに設定して、エクスプロイトで1から5に減らせるって感じかな。はあ、強いけどね。ランダムってのがまたね、ヒントにしますわ。良いでしょう。ああ、タロット占いね。さあ、どれにしよっか。強いからね、ここら辺のカードはね。燃やしたカード1枚あなたの山札に新たに加える。ああ、だから燃えたカード、うちは今足払いが燃えちゃうかな。プレイ時ロック、ダメージをロック与える。だから、こいつを場に置いとけば、毎回永久的にタイだったら、ああ、タイの時6ダメージずっとか、強いね。うん。これもロックだ。バースト時およびスタンド時、バーストパスを同じ回復する。え、よくね。強っ。君やん。うん。これなんか、なんかのデッキ入ってたな、前回な。敵があったね、バーストデッキのやつがあったね。じゃあ、地下でしょ、こんな。じゃあ。この前上行ったし。おい、いいね。薄暗いところに来ましたね。巨大ネズミも来てくれました。うわ、来た、巨大ネズミ。なんか、デッキから土属性のモンスターバーに出しそうだな。さあ、どういうデッキなのか。そして私は10以上出すと、8でもダメですね。1、2、5、6、7。これでもいいけど。うん。いやー、怖いなー、怖いなー。
こまごましてるね。なんか小さい数字のカードばっかだね。2、はいはい、だったか。くっそ、2邪魔だな本当に。10でバースト。いやまだ全然、いや行こう行こう。13になった、はい、いや いけるハーフ、はい、まだいける。よし、はい、強いバトル。よし、1点出たら、ね、今まず1点食らっていただこう。さあ一番下に送れるから、そうね、何を一番下に送ればいいんだ。あなたの山札の一番下、基本エースだよな。まあそうね。マジでレインマン見えねえな。そうでしょ、見えないよね。いないと思ってたこれ。俺もいないと思ってたんだよ。だから前確定で勝ちじゃんとか言って負けたのはこれのせいです。レインマンのせい。レインマンな、うん、勝ち分かりづらい。17か。あタイだね。あーまあまあまあ、これ以上行くあれもないだろう。ナイスタイ。足払いか強硬かクラブの8が来る。俺6。まあ足払い8なら大丈夫で、次がこれ確定、足払い確定で16になる。マックスが変更された。で、最後にいるのがエースだから17にできるけど、あんまり強い使い方じゃなかったな。まあ17にしとくかな。17にしてスタンドで、負けです。これだと1点負けか。だったらバーストしちゃえばいいのに。強行あるし、あ HP ね、回復でね。まあでも相手がバーストした時ちゃんときついか。ダメージを食らっちゃうんだよな多分。そうね、14出ました。まあでも8まで許されてる。うちは絵札どこ行ったの。絵札はなんかなくなっちゃったね。そいつが燃やすっていうのさ、燃やしたやつはもう行かないか捨て札にも。いやこのエンカウントの間のはずなんだけど、なんかあれだね、燃やされてるね。多分燃やされてる、うん、あ違うわ、分かったわ。交換して持ってかれたまんまか。あそういう感じ。うん痛いね。回復はしたけどその分結構なダメージを受けてしまった。関係なかったか。5ね。5か。78でアウト。あ7も OK だ。7も OK だ。じゃあ半分だったらいけんべ。2。17あと5か。これはた、あこれはスタンド。ゼロなんだけど相手まだ。な何してんだこいつ。ヒントカードで。そうね。ごちょ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 やってんだな。ヒントカードでそうだね。ずりーな。絶対バーストしないじゃん、ヒントカード無限にやったら。7くりゃいいね。レインマン以外だったら。ああ。7でも、OK、7で OK。レインマン以外だった。バン。OK、ナイス7。これはでかいや。おら、ああ、いいダメージ。いや、じゃあ最高スコア決めれば勝ち。そうね。プレイしたカード6。だ、まあ、ロックできるね。ロックできてこのカード燃えちゃう。ああ、これね。3番見れるやつね。ああ、強いね。クレカね。手札に加わる。ダイヤのマイナス11をね。あ、手札系も欲しいよね、そろそろね。うわー、14だ。14。プレイ時回復、14回復。あ、おもろー。よくね。いいね、14回復いいな。ただまあバーストの確率がねすごいけど、バーストしたらその分強行で回復したる。あ回復デッキだ。じゃあハートでやれよっていう話なんですけど。デッキロマンサーってなんだ。じゃあデッキロマンサーで、デッキロマンサーでいくか。アンデッド軍団手に打って、あなんかゴースト小鈴鹿みたいなやつだ。何元ネタは遊戯王や、ね、あ遊戯王なんだ。えこいつ運良くない。これ選べんの。ランダムだ よランダムだよね。10-10ってこと。あふざけてるね。いやまあ3食らうか。そうだね。やだな。しゃがなし。6引いた。14でバーストね。あまあまあ18だったら良いでしょう。墓場ランダムデッキだ。しょうもないデッキだな。墓場ランダムデッキだ。しょうもないデッキだよ。アンデッド軍団とか言っときながら墓場デッキだこれ。13ラストとか強いか。そうだね。まあ18ならいいんじゃない、まあ、あまあまあエースとかいけるけどね。ああ確かに。後でもいいよ。いや
つーまいってんね。遠いな。HP10 と HP65。マックスが変わりました。14でバスト、もういつ、いつもこれは怖いね。よしよし、バストした。じゃあ、ここで。墓場インタラクトしたからバストしない。してねえのか。バーストしたら墓場使えばいいからね。強っ。そっか。そう、エクスプロイトでね。そうそう。6から10だったのを1から5に減らせるんだ。ずりーな。いったんね。燃えたね。しばらい燃えた。6。ナイス強行。たーでもこっちだけお得。まあ一応勝ってる。まあそうだね。まあいいでしょう。多分ロックだからこれ。うん、オッケー。ロックスタンドだから。オッケーオッケー。あと燃えた。レイマン、レッツゴー。2点。2か。いや、だ10だって。あと10ここら辺にいるか、うん。レイマンで終わり。あまあまあまあ。まあよくなってきたよ。一番下は、まあ、キングがいいか。それは下に戻っちゃう。ああ、下に戻っちゃう。プレイされてるんだ、今。10か。うん、いいんじゃない。10がいいな。レイマン。まあ、いいんじゃない？いいか。あ、シールドは22じゃなくて21だったらもうつくんだね。マックスやんないと。違う違う、今のレインマンの効果。レインマンってシールドつくっけ？そうだよ。こいつダメージ当たるだけじゃないんだ。レインマンの効果をご存知ないか。プレイしたカードの枚数に等しいダメージ当たる、その後カードを捨てる。スタンド時、プレイしたカードの枚数に等しいシールドを得る。へえ、知らなかった。レインマンの効果。じゃあ今、22のあれじゃなきゃ出ないんだ。シャドーバースじゃなくて、これでも効果読まない読まない。おお、素晴らしい。はい、ああ9点だ。9点。あ、残り HP が、ね、あ、残り HP がね。さあ、ここでじゃあ10を出して見事。はい、決まりました。決まってません。いけー !22 です、私たち。あ、これで勝ちだ。いけー勝たないです。そろそろ勝つだろう。どんな計算してんだよ。あ、これで勝ちだ。あ、負けてるけど。あ、まんじよ。あ、どんな計算してんの。はい、決まりました。はい、ナイスナイス、レインマン。さて、ディスカード、あー、プレイされたカードクイックディスカードか。まあ弱いな。ハートの21。おー、ハートの21、えぐいな。回復確定だね。2枚目に引いたら終わりだけどね。見るだけ見ますわ。あー、あー、ハートの21です。ナイス回復。でかいね。暗号通貨の男。いいね。なあ、これから値が爆上がりしそうなコインを手に入れたんだ。信じてくれよ。興味あるか？なるほどね。そういう感じか。なるほどね。気をつけてね。今、上がってるよ。155。おおお、下がってきてるよ。163、168。お、高騰してる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 。293。ここ！あー、ちょっと遅かったね。でもうまかった。あ、怖っ、これ、これ怖っ。この前、もう下がってから打ってんだ、俺も今。そう、ちょい下がりだった。でも、うまかった。うまかった、かなり。400の時があったけど。はいはいはい、もう。なるほどね。よかったね。たんまり稼いだけど。はい、はい、怖いイベントだね。あ、株やりたくね。ね、あんなことがあるんだ。宝箱だって、最高じゃん。宝箱開けます。ああ、それか、その端っこ、なんかその薬みたいなの。あ、なんで、あ、あ、やった、バイバイ。開けられんだ。あ、99チップね。どうするんですか。まあ、もう一回だけ、さっき株で大儲けしたんで。3か7をプレイすると3ダメージ。まあ別にあってもいいね。3か7ね。まあ、まあ10だしね。うん。まあ回復回もらっときましょうか、せっかくだしね。うん、じゃあもう。はい、行きましょう。カードニアの騎士とスライム。騎士で行こう。弱そう。私を捕らえられるものか。別に捕らえようとはしてないけど。何こいつ。ああ、なるほどね。
まあ、怪しめですね。ちょっとでもな、相手がスタンド怖いね。17だからまだバーストしちゃえばいいんだよ君なんて。本当にバーストしてくれた。バースト読みナイス。なんかもらったスローイングカード、フレキシブル1か11で、あなたのシールドに等しいダメージを与える。その後このカードを相手側に移動する。おお、シールド今与えてなかったらこれ食らってたってことだね。ああ、ちょっと怖かったね。さあ16ときた。いや、いけないね。やめようかな。はい、まあまあ1点ぐらいいいでしょ。 OK。ノーステフだ。言えたな。なるほどね。そういうことか。他のすべてのってこれ。相手のデッキも自分のデッキも全部だこれ。捨て札も行くのか。あ、でも相手の減ってないか。相手ないんじゃない？絵札が。いや。いや、多分消えてるなこれ。消えてるね。こいつが絵札全部消してるわ。そういうことか。なるほどね。それ知らんわ。あ、分かった。ナイスレインマン。はい。でもあれだ。2倍がない。シャのシールドされて7。14でブラックジャックだねこれね。うわー、これがあるよ。強行もねえから回復もしねえのか。しゃあないね。いってー、死ぬ。あ、気持ちいいね。相手シールド熱。1268じゃダメ、10もダメ。でもそんなにないですよね。8と10だけか。じゃあ、おお、マックス22になった。17だったらいいかな。12、そうね。12だしな。あ、オッケー、ナイス。2枚とも消える。ああ、燃えちゃうんだから。さあ、8、2。ずー、強えな、これ。もう一回。ああ、いいんじゃない、20だったら。オッケー。まあ、シールドだね。相手キルダー失ってるからね。相手キルダースローイングダガーでしょ。一番下、21一番下だったら分かりやすいか。ああ、いいんじゃない。すごい強いね。OK。これ、3枚目が21ね。うん、だから、2枚打って、うん、これはスタンドして、次21で無慈悲にも回復してやろうな。無慈悲にもね。ああ、でも22じゃないからダメだ。うわ、相性悪い、これ。相性悪い。そうだね。足払いと相性が悪い、21の。ね、ああ、でも21点、強い。ナイス。確かに足払いと相性悪いな。はい、うん、ちょっとずつエースが来ました。6、あと5。まあまあまあ、エースだから最悪。あ、そっか、やってもいい。溢れても OK。 21以外ならね。よいしょ。17か、あんま変わんなかった。残り5。5か、5はちょっと怖いね。5、4、5だけだね。 0.5、 うん、やめときましょう。うん、強いね。強いね。レインマン。11、レインマン。相手のシールドどうなってんだよ。こっちが絵札消したのが響いてるね、これね。ね。うわー、でも強行のおかげで、かなり10回復するか。10回復するから、まあまあ耐えるでしょうと。耐えはするね。いてー。痛いねー。あー、やばい。これ41食らう？いや、プレイしたから今こっちに送っただけで、次回ってきた時、回ってきた時に41ダメージ食らっちゃう。あ、この騎士強いや。あ、カードニアの騎士ってシドニアの騎士か。殺されちゃう、このままじゃ。行っていい、なんなら確定だねこれ。そうだ、だってこれ、なんでもないもんね。ヒントカード 7、6 か7。7にしようか。ああ、どっちもいいよ。まあハーフあるからね。うん、オッケー。シールドがつくか。おら、早く削りたいな、相手のシールド。18、4、1、2、4、 0.5、 4、5。きついね。しょっぱいね。ああ、強いよ。あのシールドのやつ引かれる前にどうにかしないと。レインマン削れ。うわうわこれダメだったな。これ、とっちゃこれつらいな。あ、実はつらいねこれ。
まあ、一応強行と絡んでるってだけでね、ギリ絡んだ。あ、これやんなきゃダメだな、ね、確定はね。オッケー。あー、まあ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 行くしかないな。ああ、そうする。エースだよそれ。あ、エースか。うん、まあ行っても行かなくてもいい、もちろん。で20じゃ絶対来ないもんね。来ない。じゃあちょっと行っちゃおう。あー、変わらずね。変わらず18。じゃあここで、どんどんシールド削ってって、で21をこれに合わせたいか。ってことは16が22確定だ。これ1642でしょ。はあはあはあ、22だよ。16、何もなければ4。あ、死んだっす。ああ、もう強すぎなんだよ強すぎなんだよあいつ。なんだよこれ。死んだっす。ああ、再挑戦です、うん、はい。てかやっぱハートデッキは簡単だったんだな。そうだね、回復って強いんだね。回復強い。さあバーテンダー、ああ最強だ、うん、なんで HP5 なんだお前は。いける、よし、死ね。まだ死なない、まだ、あ、勝ちだ。うわ、タイタイ。あと何が残ってんだ。6引いて10。5、6、7じゃない。ああ、何でもない。はい、6。ふう、痛み分けか。これは痛み分け。13でしょ。さあ、何引くかな。あ、18ね。まあ1点は満じましょう。1点はいいでしょう。エース。あ、まあまあ、悪くない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 。はい、バーテンダー、こいつにさっき50ダメージ食らったってマジ。ほんとだ、ブラックマジシャンだ。遊戯王好きだね手札に来るんだ。あなたがプレイしたカードのうち7種のボスカード1枚燃やす。あー、なるほどね。まあバーストしたらこれをペッて出して、うん、あのバーストを解除するみたいな感じかな、うん。まあかなり強い。強いね、これも強いけど。イカゲームカード出た。イカゲーム、なんか見てないんだよな、イカゲーム。俺も見てない。相手倒したら100チップもらえるらしいね。え、ブラックマジシャン行っちゃおうか。うん、ちょっと欲しくね、ブラックマジシャンは。まあまあまあ、ブラックマジックって言いてえよ言ってくれ言ってくれ。1アドバンテージから始めて、燃やしたらアドバンテージ1。燃やさないね、今んとこ。燃やさないね。すでにスコアが12以上の場合アドバンテージ1を得る。は、当時12以上の時にカードを出したらってことか。そうだね、あんまね12以上で出さないからそこはあれだけど。まあでも、まあ機会はありそうだね。燃やす、燃やすか。まあブラックマジシャンが燃やすね、一応ね。ブラックマジシャンはバードカードを燃やす。ああ、なるほどなるほどなるほど。コンボか。じゃあブラックマジシャンコンボでいこう。いや、なんか燃やすカードのデッキにしていけばいいじゃん、これから。あ、オッケー。ああ。いっぱい燃やしていこうよ。さ、ヒット、ヒット。半分ぐらい。恐れるな。しゃあない今のは。まだいける、18だったらいいかな。1点。お、あ、頼むよ。まあスタンドですね。そうね、冷静に。はい、5ダメージ。相手13でストップなのか、ひよってんな。まあ、これで勝ちだよ、これ勝ち。ちなみに、あ、ほぼ負け。あ、あ、これね、ヒットしたらね。じゃあまあ1点与えておきましょう。はい、で、これで。あ、22だ。あ、ルールカードか。まあでも多分平気だと思う。ほら、で、次ブラックマジシャン確定だから。そうすると燃えちゃうんだよな。手札に来るんでしょ。あ、そっか、手札に来るのか。引っ張って、まあ、引いといてもいいか。まあ引いとく必要もねえか。いや、もらっとこう。あ、いいね。嬉しいね。いつでも燃やせるよと。いつでもブラックマジシャン。うん。お、最高じゃん。いや。1足りないけどね。ほんとだ。俺は22なのか。そう。8。お、うわお、いいね。19、タイ。行ってもいいが、行かなくてもいい。行かないで、一回ここタイで。OK。9、19、強い。マックス22、いい、いい、いい。はい。OK。さあ、カモン、カモン。うわー、出たよ12。ここで10引いたらブラックマジシャンが、ああ、ブラックマジックが、ブラックマジックが、おお、出番なしブラックマジック出番なし。 おブラックマジックチャンスだ。あー、出番なし、勝っちゃったわブラックマジシャン手札にいる状態で終わった。
やでもあいいね、あ奥の手感があっていいね。あこれは引いていいんじゃないか、うん、なんだこれ公式トランプカード、あ手札だ、ハンディ、あーなるほどね、あ2倍のチップね、バカ強いでもこれバカ強いね、チップはやばいけどね、まああっていいね、うん、これもう簡単にブラックジャック打てるね、打てる、こんぐらいのズル欲しいよな。宿泊は回復一杯やるが、なんかロイヤリティカードもらってどうのこうのってやつか、真ん中はちなみにあなたの貿易ロイヤリティカード1枚なんだ、なるほどね、だからロイヤリティカードが欲しかったら65払えばいいし、まあ、真ん中でもロイヤリティはもらえるんだ、ただスタンプが3個ついてない、だったらこれ真ん中でよくね、はいはいはい、ロイヤリティ欲しいんだったらね、いらないんだったらもらっとくかな、まあ損はないね、あれあのカード自体に数字ないし、あれゼロでしょ、そうだね、で1枚取り除けると2かな、んーいいんじゃない、んーギャンブラー、オッケー、ヒット、ブラックマジシャン、ブラックマジシャン早速来てくれた、ロイヤリティカード相手バースト、チャンスだ、いいこれ言っていいよな、来た、最強じゃん、あ死んだわ相手、ざまあ見ろ、おい早っ、一瞬だったね、ダイヤの原石、10シールド取り除く、取り除かシールドごとにチップを2枚得る、ゼロ、まあ持っててもいい、相手がよくわかんないですね、エクスプロイトの、あーまあでもこれあれだ、だから相手をバーストいいんだ、ね、相手をバーストさせるのか、おもろいね、まあただロックしちゃうからって感じだね、ハンディ手札に加わる、プレイした他のカードをランダムなキング1枚に、キング1枚に変える、あだからまあちょっと強いねこれね、まあそうだよね、20は簡単に作れるってことだな、必ず、うん、必ず20だな、必ず20いいんじゃない、必ず20、必ず20にする、うん強いと思う、変える、変わってそのまんま、あそのまんまっぽいな、これずっとこのまんまっぽいな、このその戦い中は、戦い中はは本当か、わかんないんだよなこのゲーム、さすがにか、いや怖い気がするぞこれ、うん、強いカードがキング、キングになっちゃってブラックマジシャンのとか、ハンディだからねこれね、あ使わなきゃいい、ハンディか、ハンディか、そうか、手札に来るのか、そうそうそう、だから言ってる強い、あなるほどなるほど、じゃあ一回もらっとこっか、うん、ありだと思います、89だから1枚偽造できるかな、と9を10にしとくか、まあエース1枚しかないからな、あまあね、うーん果たしてこの動きは強いのかどうかだけどね、10を増やしてもそんなに強くないと思うんだな、4が来た、ロックされちゃった、4ロックね、清掃員だこいつ、ロイヤリティ、まあ、全然10が来れば集め、あ来た、死んだっす、あまだか、14超え、ほぼ10、いやでも10なのは、10超えんのは5枚か、多いね多いね、やめよう、OK、いやーざまみろ、なんだお前何しに来た、クレジットカードナイフ、チップ5払ってダメージ5で、あ次から5が上がる、まあエクスプロイトの10って感じ、単純な10、はあはあ、ダイヤの11、王の中の王、現在プレイしてる全てのキングを燃やす、おおもろいけどね、でもそれ4スートだよ全種類、あすげえこれ、凄まじいね、11もなんかなんだかんだで強そうなんだよな、左3枚全部強そうだからチップ見ないでいいと思う、どれかクレジットナイフいっちゃおうかな、エクスプロイトちょっと多いかな、もう別にいいかしら、ただまあ燃やす気味がほとんどないから、あそうだね、燃えづらいぐらい、4カード94だから、多分ね1枚は買えるけど1枚だけだね買えるのは、4カードか、まあ見ようか、 OK、 共産党印象インスタントタイ、あ絶対引き分けになるよってこと ね、 相手の捨て山にカードを捨てるだから、これ多分相手に加わっちゃうね、あーはーはー、出たメモリーカード8、現在持っているカードを1枚選ぶ、そのカード新しいコピーは1枚あなたの山田に追加する、あハンディだ、インスタントは
インスタントブラックジャック、このカードシュレッドか、1回のみ使えるのか、最強のカード、まあ奥の手として持っててもいいかもね、まあ、ハンディだから持っといていいと思う。うん、何なんだよ95チップだ、ふざけんなよ俺らのワクワクを返すよウィンドショッピングだ、ただのただのウィンドショッピング、足りないのえぐくない、そんなことあんの、ただのウィンドショッピング、悲しい、1足りないだよ、今も無駄、それはそうだね、うん、で 6が来れば熱いよ、6431なしかな、無理だね、はい、いいでしょう、うん、ブラックマジシャンだったらもう打っていい、強気でバンバン、いや関係ない、あ20だ、まあ、エクスプロイトすると5ダメージ与えつつチップは削れちゃうけど、でも1は欲しいよなこれな、手札から出すのにもやっぱ1かかるわけでしょ、あそっか確かに、か1は残しとこうか、ヒットしちゃう、あスタンドしちゃう、と、あスタンドでいいんじゃない、スタンドにする、いいよ、取られたわ取られてバーストした わ、うん、何だあいつ、ロイヤリティカード00、何の関係もないこいつは、21はできるけどってことね、お来た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 、2番チップ失うけど、もう強気でゴーでいいと思う、うわぁやぁ、あー行くんだ、やぁ、はい勝ちと、やっぱ相手に与えたら強いな、出た、相手がプレイしたカード1枚ロック、まあ一番磨けても良さそう、うん、あーこいつか、夏国ね、まあインスタのタイだし持っといてもいいんじゃない、ハンディでしょ、ほんとだ、うん、やばくなったら出してドテンってやっちゃえばいいんだ、うん、こうやってバーストしてもいけんのかな、どうなんだろう、バーストしていけてんならぶっ壊れだと思うけど、うん、強めだよね、おと、とはーん、次にプレイするカードロック、へえおもろいね、はうわー9枚選べんだ、デッキ順、デッキの上から見るだけか。あ、見るか。ああファーサイトで、はいはいはい。ファーサイト9。9は強いな。回復分だけのクイックダメージ。へぇ、ファーサイト9かな。9も覚えてられっかな。ちゃんと見たらその順番になるのかな。え、そう、どういうこと？なんか今までデッキ見るとさ、順番バラバラに出てんじゃん。うん。それがファーサイトしたらちゃんと。いや、なんないと思う。なんない。覚えとかなきゃいけないのか。わからんけど。9枚覚えるの大変だ。まあ一応強そうだし、もらっとこうかな。か、はい。ファーサイト9。ネックから9枚見るのずるいけどね。ずるい。もはや。わかるよ。地下室ちょっと強いよね。そう。地下室強かった。ロイヤリティ。4。なんでもいいカード。6。まだ全然いける。ああ、なるほど。まだいける。3。あ、8か、迷うとこだね、まあ、チップ16払って21にしてもいいしってとこだよね、8まで OK、 1578、バーストが5枚、バースト5枚、これちょっと半々で終わるか、いいんじゃない、いっちゃうかこれ8ね、うん、で16チップ削られるけど21確定、よいしょ、15点、うん、強い、でかい、あーインスタント5点、で俺今必殺がないのね、10、10、いいんじゃない、よし、ネズコがよ、シャカパチやりやがってよ、さあなんかカードを燃やしてアドバンテージ欲しいね、ねえ使えない、まあ18ならいくしかないか、17だからな、1点、ナイス、13、あー来た、出た、左から順ってことだよね、左から右へ順番、7マジシャン、クイーンジャックエース、クイーン、ここでフルあれとか打ちたいよね、クイーンジャックエースでもいいかもね、それともクイーン、まあまあまあ、これどうなんだろうね、これ見た戻した、いややっぱそうだ ね、バラバラだよな、うん、覚えてなきゃいけないんだ、これ7、うん、7ブラックマジシャン、7ブラックマジシャン手札、うん、クイーンジャックエースだよね、うん、なのでまあクイーン、そうそう、クイーンジャックエース、ここはスタンドして、okay. タイで、うん、クイーンジャックでも20は出るね、クイーンジャックで20は出る、うん、で次がエースなんだよな、うん、だからこれで21だね、あじゃあ21は出しとこうか、うん、いいんじゃない、
ほら、うぜえ、ヒントカードだるいな、うざかったな、危ねえ。はい、ファーサイト9だ。うわー、出たよマジで。まあ強行があるから強いけどね、どうしますって感じだね。だからそのファーサイト9でこれを見てってことだよな。それに合わせてこれをボーンで打ってってことだよね。でもデッキ21が入ってるのはきついよね。怖い正直。右開けてみますか。あー、すごいやりやすいカードですねこれね。すごくいいカードです。いいカードですね。待っときますか。待っときましょう。はい。強くはないんですけどね。とても。まあデッキロマンサーさっきやったし。じゃあ魔女。うん。お前的に災いあれ。うわぁ、なんかデッキ流してきそう。17ね。もうスタンドしてます、相手。相手もうスタンドか。何するんだろう。ね。こいつ13でスタンドで終わりだな。何を狙ってるんだ。相手のバースト待ちじゃね。そんなことある ?6。ここ6でぶちかますか。あ、これ違え、インスタントタイプカードだ、これ。そうだよ。いやー。安スタンドでいいんじゃないですか。なんかそろそろやってくるよね、でもね。まあね。来た。あなたがプレイしたカード。あー、なるほど、ね。相手の山札の位置。13確定だ、次。キャー。でも相手スタンドしたぞ。じゃあこれで、うん、いいわな。わあ、相手のデッキに移していくんだな。13号嫌なデッキですね。17、4かエースだし。いやでもほぼほぼだな。まあいっていいんじゃない。ヒット、まあそうだよね。10ね。まあまあまあ、きた13が確定。一番上13上って、ちょっとさ、これ13でバーストした後にこれ出してみたいな。怒られっかな。ああ、一回ヒットしてみようか。うん、ヒットやってみよう。え、最強じゃないこのカード。強いね。ってことは、まあ、もう一回めくってもいいんだね。あ、そっか。この時点で同じになるだけか。そう。ああ、強いね。脱獄。うん、燃えちゃうけどね。11と12と、まあ、これは、あとあれだね。一応、敵のインスタント。それもクレジットカードナイフも一応バーストか、うん、同じぐらいか。 8引きは最高だな。そうだね。8引いてみる。引いてみるわ。あ、8引いてみるわ。まあまあまあ、ちょっと相手の思うツボなんだよなこれ。そうね。ああ、そっか、燃えたから。燃えたから1も来たんだ、うん、1打てる。まあ、ブラックマジシャンあるから8最強だ。13、あ、13ないのか今。13まだ来てくれてないね。まあ、いいんじゃないこれ。どう、ああ、行く ?5 点でしょ、うん、いや、待てよ。ここで、その炎のあれを使えば。炎、うん、トランプね。トランプ使えば、まあ、倒せはす、倒せはしないか。まあ、でも結構ダメージ当たるね。これで3出してってことだよね。うん、まあ、与えられるときに与えとくかじゃん。いいんじゃねえか。16ダメージね。いいじゃん。まあ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 。4。4が絶対来るよ。まあ、こういうことはあるわな。しゃあないな。さて。運ですね。微妙ですね。運ですね。まあ、今勝ってるからスタンドでもいいけど、13が増えてくると辛いね。そうね。HP もきついしな。1ダメージか。チャンスなんだよなここな。うわ、運ゲー最高。イエイ GZ。 OK。 ひどいゲームなんだよこれ。あー、13なんだこれ。うぜー、うぜー。もうやってくだり、13いっぱいおるし。8以下だね。8以下。引けんのか、おい。13引いたよ。やばい。思うツボだ。13で削られていく。相手の思うツボだ。8だ。13カモン。なんだ、今の。はぁ、すえー。強すぎだろ、けど、0スタンド確定だ。
あ、そうなんだ。じゃあここもうダメージ与え放題だ。うん、13。まあ19だったらいいんじゃない？いいよ。ほれ、痛えな、11ダメージ。来ちゃったよ。13確定。なるほどね。こいつ13で、体を出しまくって、はあはあ、その、あれだ。そのカードで11点ずつ与えてくるデッキだ。ひどいデッキ。うん。で、まあ、こっからランダムなんだけど。10、11、12、インスタント、4枚負けですね。4枚でバースト。うん。怖いです。はい。あー、危ねえ。13もうなかったはず。オッケーオッケー。なんなら、あーダメだ。インスタントできないよ。美味しいんじゃない？そう、インスタントできるね。ボーンでね。うん。17だったら4点で勝ちだな。よしよし。うざかったな。うざかったな。26まで削られちまった。コンセプトがあるのは面白いですけどね。おー、ブロックロータスじゃん。300万円ぐらいすると言われてる？300万じゃ買えないっすね。そんなもんじゃない。そんなもんじゃない。選ばれたスートのハーフを3枚プレイ。あー、なるほどね。なるほどね。エクスプロイト、うん、クソ強いね。めちゃくちゃ強いね。まあ1ゲージ0から3ってことね。そうだね、3猶予ができる。いいんじゃない？0から3ブラックロータス欲しくね。うん、千万。まあまあもちろんね、うん、これ売ってもう海外へ逃げてもいいですね、うんうん、すごいな。許可は取ってんのかな。取ってねえだろう、ね。取ってないでしょうね。宝箱を見ま、暗号通貨か。宝箱は99で宝箱開けれる暗号。まあでも宝箱回復もあるよね。ちょっと回復するね。どうする？ちょっと回復しに行きます。じゃあ2個開けましょうか。強いカード、なんだ君は。グリッチしたカード0。ランダムな1枚のカードのスート値効果をコピーする。スタンド時アンロックする。アンロック、アンロックってなんだ。今ロックされてるカードっていうことだけど、なんだこれ。まあ、まあ盤面のカードをコピーする、ね、あー、しかも相手のカードの可能性もあるのか。ランダム。でもちょっと前に使ったなんだっけ、なんかのカードからすると自分のデッキの中のカードじゃないなのかな。多分もらってみるか。いいんじゃない。あー、まあ悪かないけどね。まあどっちでもいいっすよ。まあ3と4。ラウンドアップするんだ。あ？だ3 or 4ってこと。どっちでどっちどっちとしても使える。はあはあはあ、だあの0、1と一緒、0.5 と一緒。どっちでもいいと思う。もらってもいいし、もらなくてもいい。いらない。まあ、3だもんね。3じゃな。いや、足りない足りない。2回しか受けれない。暗号通貨いけないね、多分ね。うーん、さあ墓場カモン。よし、おい、ざま見ろ。死ねー。墓で下げたね。まあ、ブラックマジシャンがある。ブラックマジシャンで戻せるからワンチャン行ってもいい。行ってもいい。まあ、ほぼダメだけど。ほぼダメだね。おお、いけんじゃん。ナイスブラックマジシャン。行っていい。手札来た。チップは払えねえや。3までしか出せねえや、これ。いけ !3 までしか ?7? え、チップ、ど、ん、あー、2倍か。ごめんごめん。そう、2倍かかるのか。10、脱獄8、グリッチ、エース、5、ロイヤリティ、キング。覚えられないね。そんなにないな。覚えられないね。次がまあ10ってことは決まってる。18まで次は出せるねって感じだな。18グリッチか。10出して10出してブラックマジシャンで燃やして、4燃やせば10、10で20か。4は燃やせないんじゃなかったっけ、はい、ブラックマジシャンで7以上じゃなきゃ燃やせないんだよね。7以上か、燃やすカードは。10燃やしちゃったら14だから8はダメ。ここはスタンドかな。それか
ああ、ダメか。ここはスタンドだね。で、次18出してじゃない？ここ、ブラマジで10燃やせば、8で20ダメか。ダメだね。ちょっと良くないね。はい、しょうがないけど。で、まあ18出して、脱獄もらって、で18にして次がグリッチでしょ。21だ。21か。3までだったら出せる。ここ同点にしとくか。それがインスタントタイでもいいけど、でもそうするとあれがなくなっちゃうね。これがなくなっちゃうのか。インスタントタイが燃えるのか。あ、これは使わないのか。インスタントタイ。インスタントタイこれね。うん、が燃える。しかも燃やしたらこれまた増えるのか。そうそう、増える。使っちゃうか。いいんじゃない。一体で、はいはいはい。で、グリッチカードが来るでしょ。そう、これがどんな効果なのかね。ハートの1になった。ハートの1なんだ。なるほどね。で、次がエースなんだよ。で、多分次からが、スタンプカードだったかな。スタンプカードが来た後に。スタンプで札2個だった気がする。5ドルがなかったんじゃなかったっけ。じゃあ、スタンプまではいけるか。ああ、5入るんだ。次がスタンプか。4点。まあ、どうせやってもいいか。エースだし。ああ、ここでスタンプね。うん、で、次がもう12、13とかなんだよね。うん、いや、ここまあ、どうする？12、13。相手17まで来るよ。まだスタンドしないよ。まだスタンドしてないのか、バーストしないか。ブラックマジシャンも使えないしな。これで3は増やせるんだけど、まあ1と1だから、10、10でしょ。引いても無駄っぽくない？まあそうだね、エースの効果なくなる。だ、 あれでハートの 1？ ハートの1だね。1、エースじゃなくて、エースじゃないのね、うん、じゃあクラブのエースはフレキシブルだから11か1になるけど、まあ値は変わらず。そうだね、燃やしても意味なしか。それで3はいけるけど、3に使うんだったらぴったりしたいよな。21で使いたいよな。次10、10だからそこに1やってさ、21にしてもいいんじゃない？しょうがない、ここは。さあ、20。ああ、そっか、ここ手札か。きついね、じゃあ。手札に行くならきついな。まあ、もう一回行くしかない。まあ、これ11。で、次からもう分かんない。何が来るか分かんない。まあまあまあ。もう全部。なんでもいいね。OK、OK、一番いいじゃん。だったらこれ1使っ。いや、もったいねえけどな、相手が。21か。相手21だね。でもこのまま放置するとシールドついちゃうか、スペードだから。じゃあまあ1払って、相手のシールドを防いときましょうか。OK。苦しいね。苦しい。さあ、もう手札から出したからもうアドバンテージがないです。ブラックロータス。ロータスは、あれ、エクスプロイトしないとダメなんだ。ああ、そうなんだ。まあでも0だからね、これ自体は。16か。耐えですか。13451。厳しそうですね。耐えです。 OK。 ナイスバスト。イエーイ、レッツゴー。7ですね。きた、ファーサイト。1810。おお、いいんじゃない。ただ18、いや、ここは10まで引くでしょ。あー、だから10まで引いて813で次出して、次ブラックジャック。10でブラックジャックか。はいはいはい。で5114で19も出せる。あー、なるほどね。なかなかいいんじゃない。オッケー、じゃあこの戦法でいこう。オッケー、これはじゃあスタンドで、はい、で次が18だね。18でスタンドで、まあ、しゃーなしスタンド。あー、バーストしてんじゃん。で、私はブラックジャックの構えです。はい、やってみろ。で、次が19だぞと。決められた運命。強くね、待てよ。次がなんか特殊なカードだったら、大気だったかな。違う、強制大気かな。フェニックス、トランプカード。トランプカード、あ、これ見りゃいいんだ。トランプカードだと思う、確か。ってことは、これで2。ハンディだからダメだ。ハンディか。1だし、ハンディだからダメだ。うわ、じゃあ使えないのか。使えないね。じゃあしょうがないな。
あ、これはじゃあしょうがない、シールドは。うわ、ここでシールドか。ちょっとしょっぱいね。きついな。そうね、アドバンテージがないから使えないんだよな。出たよ、ハートのマイナス1ですって。なるほどね、21だ。うん、なんであいつ17にしたんだ。なんで下げたんだ相手今。わからん、よくわからん、ダメップされた。あ、まあ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 、5ね。1,2,3,4,5 ね。いや、1,3,4,5 スタンドですか。リスキーいけねえ。 OK10 枚。19か。おお、19。そっか、ほんとにランダムになんだな。19ならいいでしょう。いいじゃない。1点シールドされる。カモン、おお、いいんじゃない。20だったら悪かない。 OK、削ってけ削ってけ。出たファーサイトね。40で、あー、インスタントブラックジャックだ。インスタントブラックジャック、多分打てるね。インス、そうだね、打てる。あ、いや打てない。今8だから多分、あ、次で9だね。だから0だけか。0でいい。うん、じゃあ19だね。19で打って、17で打って、18で打つか。いや微妙、微妙すぎる。まあしょうがないね。19で打ちます。うん、で次は17だね。すぎるね。これはしょうがないね。強すぎちゃった。で18か19で打てるね。次がエースなんだよね。エースなんだよね。まあでも残ってるカードは。うふわ。エース。11。いや弱いね、弱いね、弱いね。18流しかな。あ、ここでエース使っちゃってもったいないよね。あ、さあこの1までは運命が決まっている。さあこっからは、いや厳しい。いや、やっぱユニークチップダメでしたね。結果ユニークチップね、結果は12以上の時が良かったね。燃やすんじゃなくてね。ユニークチップダメだったな。まあこれもう行くしか。あれ、でマイテスタンドしてないな。まだ行くというのか。いいだろう。そっか、お互い同時だからか。12で行く。三角定か。三角定だったら7選んで次10狙いだった。ああ、まあ確かに見ればよかった。まあしゃあない。おお、よかった。結果よかった。まあ、バーストしてな。ザマーミロー、出た、インスタントブラックジャック。ハートだから回復も見込める。最強やん。でかいよ、多分ほぼ勝ち。よし、よし、うめえ回復。あー、危ねえ。1点残った。なんでー。9 19 19、いけんじゃないでしょ。19だったら、ザマーミロー、よし、オッケー。やぶねー。ネクロマンサー、スクラッチ、これ、なんだろうな、ギャザーでもない気がするけどな。スレイザースパイアとかになった？ダメージがどんどん、あ、スレイザースパイアありそう。カード全てのダメージを2増やす。マイナス10カード追放。出た。出た、怖いんだこれ。ね。どれ？ライブラリーカード、ロック。その後、相手は山田からあなたは山田にカードを1枚移す。そのカードが捨てられるためにチップを動かしちゃう。ほう。微妙だな。追放は0。スカルちゃん2なんだよね。2はちょっとしょっぱいね。増やしたくないね。図書館と追放が00やね。追放も事故ったらちょっと怖いよね。図書館にするじゃん。図書館ね。相手のマフだから。報酬もらわないはないか。もらわなくてもいいけど。もらわない。そんなにいらないカードだった？図書館なんかねえ、難しいんじゃない？カード除去か。いや無理っす、どう考えても。37じゃ無理だよね。スライムね。いきましょう。スライムデッキか。なんか嫌なデッキだな。はあ、なんかめんどくさいことしてきそうだな。うわ、これ被害者。なるほどね。
あダメージを自分で食らってこっちをバーストさせてくるデッキ。やなデッキだね。これバーストしないか。多分ね。なんか食らったし。トゲみたいなやつだね。15。15か。今払えば。払えば5ダメージだっけ。5ダメージ。リスキー。3、4、6だけだね。ザマミロ。ああ、ナイス。あ、スッと勝てそう。ロータス来た。超強い。3まで増やせるやつね。ああ、0から3ね。あれ？これ、インスタントブラックジャックできるね。さっきやったわ。っていうか。さっきインスタントブラックジャックそいつやった。やった？あ、でもエクスプロイドすれば、ここで21もできるわけだ。できない。あ、そうなの。エクスプロイドするとスタンプが1個手に入るだけ。スタンプを永久に獲得する。あ、そうなんだ。うん。だプレイ時に今1得た。エクスプロイトすると1スタンプが減る。永久的に。だその1はずっと残りっぱ。残りっぱだけど、10溜まったら全部リセット。ああ、うん、そうなのか。そう。だから普通に、何？アドバンテージでやったやつが全部残って10個貯めたら常にもう。いや、ないと思う。だってプレイ時またはって書いてあるのに消えてるから、関係ない、それは。そっか、じゃああんまあれだね、これにエクスプロイド払うの、アドバンテージ払うの弱いね。弱い。今18まで、15から18まで。ダメージを受けたときちょ見せて、トゲのやつ見せて。右。ああ、なるほどね。スタンド時ラウンドアップだから今19までいけんのか。強いね、結構ね。カードス族アカンソイデス州ね。どうしようかなー。6までか。3、4、6。まあでも大体においてバースト。ダメなんだよねー、うん。耐え。ああ、バーストだった。13、あ、これは手札に来る13ね。手札に来る13、普通の13。な、20はできる。脱獄ハンディ対、まあ、ハンディハンディ、6、11、3、19だ、ね。ここ19できる。19で10だ。まあ、まあ、その流れかな。OK。20。燃えた。19までいけるはず。Get well soon。さらに3回ダメージを受けたときヒットポイント10回復し燃やす。はあ、なるほどね。まあ自傷なんだろうな。19はいけるけど。まあ21もいってもいいし、タイカードでもいいよこれ。ああ、なるほどね。燃やしてね。まあでもこれ燃やすことであれなんだよな。1使うからな、手札でね。結局あれは増えないんだよね。え、ああ、だからそのプラマイゼロ。プラマイゼロなんだよね。うん、じゃあタイにしときますか。うん、いいじゃない。OK。さあこれで。燃えるんでアドバンテージが1増えて、うん、で次が10いくつだっけ。これで終わりかな。あー、この先は見えてないのか。これで終わりだったと思う。これ引いたら7選んだ。あ、違う、いいね。7選べばいいのか。まあそのランダムがどうなるかだね。グリッチが、グリッチか、グリッチがいんのか、うん、グリッチ怖え。いや、なだったらこれで20で出すか。グリッチと4の2分1でしょ。2分1だったらここで20で出した方がまだ安全。あー、だったらクイーン出して手札から出しちゃえば。クイーン出して手札から、あ、何を、あ、ん、トランプカード。あー、なるほど、21にしちゃうね。7にしといて2分1にかけてブラックマジシャンで燃やしてもいい。あ、変なの来たら、うん、じゃあまあ普通にこれ、これ1だよね。あれ増やせるやつだよね、これね。そう。だけど7出して、2分1で4だったらブラックジャックでしょ、うん、で、変なのが来て、まあ、バーストしなかったらトランプカードでもいいし、バーストしたらブラックマジシャンで消して、戻せばいいし、トランプカードでもいいし。あ、なるほど。あ、バーストしてくれた。ロータスっていうか、ブラックロータスはパクったんだ。ってことは4確定だから。そうだね、21だね。ああ、21だ。こう感じだ。なんでロータスパクったんだろう。だからランダムだから。
でもなんかデッキにないカードもパクってこない？相手のも参照してるってこと？デッキにないカードパクったことあったっけ？マイナス1とか引っ張ってたじゃん、さっきから。あー、だから相手のやつも参照してるのかな。相手のやつ参照もありか。なるほどね。今指紋カードはさ、やっぱそうだよね。え、強っ。さっきそれであれだ、墓場カードがエクスプロイトされたんだ。勝手にか。うん、だからこれ手札じゃないからね。ランダムだね、かなり。デッキからポンってめくれた時に急にエクスプロイトして、ワオってなることもあるかもね。なるほどね。ラッキーセブン。スタンドしたら、なるほどね。777で。いらない。これな。何なんだろうな、これ。プレイされたカード、クイックディスカード。盤面が全部消えるってことだね。これ手札に行ったら強えのにな。そうなんだよ。いらない。はい。66円。なんか見れんのかな。55チップ1個買える。よ。あ、お前が今まで見て捨ててきたカードか。ほんとだ。あ、そうだ。いらねえやっつったカードを。65チップで買えよって。なるほどなるほどなるほど。まあ、ギリ一番右かなって感じ。ファーサイドさん強いよね。うん、いいんじゃない。オッケー。出たカードニアの騎士、さっき負けたやつやん。ギャンブラーにします。ひよったね。ジャック、まあまああんま、はいはいはい、7。まあバーストしてら。ざまみろ。ブラックマジシャン。まあ12がいいかな。うん、いいと思う。うん、なん。あれだ。相手のデッキかなこれは。じゃあ。そうだね。俺持ってないもんね。え？なくない？ないね。カード全部の中でってこと？やばくないそれ。まあ一応ロックされたんで。まあバーストすればその分だけ、まあね、大ダメージ与えれるようになったと、はい、ロータス、まあ20だったり、ロータスいけますけど、ロータス使えばいいんじゃない、使っちゃって21か、うん、行こうよ。なんでもいいんですけどね。はいはい、ありがとう。あれ勝たない、あれ防がれたか。あれそんなに与えてなかったっけ。結構 HP あったかも。あら、こんな感じがしたか。は、強っ。強い、ね。ただただ強いやつじゃん。まあまあ引いていくか。まあいいね。最悪ブラック、ブラックマジシャンかな。あー、ブラマジも打てる。8をブラックマジックして、トランプカードでも使えますか？そうしようか。7ってことは14チップね。それかもう一回引いちゃう？やりすぎか？違うか。7だ。6でもいいし、5でもいいし、3でもいいし、1でもいいんだよな。うーん。いや、こっち使うわ。OK。7。よし。タイ。ファーサイト。5、6、6、6、6、6、やった、ブラックジャックだ。ブラックジャック、まあ21だ。うん、やったぜ。そうか、ブラックジャックはあれの時だけだった。エースと10以上の札の時かな。ファーサイト強すぎ。よし。シールド 4L4。あなた11シールド持ってるんだったら、エースを1枚手札に加える。あなた21シールド持ってるなら、それをホイールにする。あ、強い。まあでも4。チラ。へぇー。へぇー。へぇー。4か、4も7も12も嬉しくないな。さっきまでの感じだともらわなくていいと思う。いけ。アルカード。まあ、お前のカード力を吸ってやる。うん、お前のカードから血を吸ってやる。あ、なるほどね。すごい、フォイルじゃん。フォイル献血カードじゃん、こいつ。はい。めっちゃ回復するデッキだこれ。なるほど、ね、ハード出すたびに回復だって強すぎん。
まあマイナス1するしな、いいんじゃない、許してやっても。ああ、怖っ。うん、そうね、スタンドですかね。強っ。多分バーストあったでしょ。そうだね、これでバーストだね。13ハートの差、それなんだ、なんか効果あるぞそれ。ああ、なるほどね。あいつの HP どうやって削っていくんだ、死ぬほど回復するぞこれ。まあこっちはクローバーデッキなんで、クローバーで崩すしかないでしょ。さあ困ったね、13とかが一番困るんだよな、10引いたらバーストするし。耐えかな、ロイヤリティ10だった。ーロータス、おー、いいね。パスで3枚見れるのはもう意味ない、意味ない。4、10、ジャック、だ次4引けば17。微妙だね。ロータスで17までいけるってことだよね。17微妙だね。まあロータスのカードが3枚燃えるっていうのが結構大事かも。はあ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 。だからロータスは打っていいと思うんだよね。だから4まで打って次10、11で脱獄もらいながらの18。18で、まあ好きなカードで7か。OK。はい。バーストした、ありがてえ。まあ、ファーサイトはどうでもよくて、4引いて、うん、で、ブラックロータスは打つ。打ち毒というか、この燃やすが強い。で、まあ、なんでもいいかな、うん。で、これで17ダメージ。17までいって、OK、うん。燃えた3。そう、これがでかい。ああ、これ強いね。うん、で、10、いくつだっけ ?11、これ。これか、これで終わりか。OK。強いね。いや、最初、ロータス打ち確定だな、これ。うん、で、18まではいけんだよね。あ、これはもう、ここまで、こっから未知か。いや、ね、18までいける。そう、18までいって、この先は未知だよ、ね。これ次7。あ、違う、次、自由カールだ。あー、これか、これだ、これだ。そうそう、それ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 。じゃあこれで3出しちゃうか。いいんじゃない。で、7引っ張ってきて終わりか。そう。こっからは未知ですよ。未知です。まあまあまあ、大しかないでしょう。てか、タイがあるんで。まあ、確かに強気にいっていいかもね。うん。おお、バーストした。バーストしたんだったら、このダメージ与えておきたいか。そうだね。OK。まあ、次、ブラックジャックいけそうだね。エースカモン、エースカモン、ナイス。21対21。残念、危ねえ。でもハートだった相手ね、回復するとこだったな。ブラックマジシャン、ファーサイト2え。しかし30クイーン、そのクイーンって7じゃない、そうだよね、7にもできるわ。選べるやつか。じゃあ20だ。あ、20だ。37 20 5 7 10、ここで22か。ちょっとしょっぱいな。50か。570しょっぱいな。ダメだね。ブラックマジシャンで戻すか。7戻してもダメだな。しょうがないね。しょうがないね。まあ、37、57。5。5。手札のキングでキングにして20、70、17? いや、弱いか。あ、でもそれが一番丸いかもしんないな。まあ、タイもあるしね。あ、いいんじゃないそれで。やっぱ20弱いよ。まあまあ。20が弱い。エースが欲しいね。まあ、でもそれで行くしかないかな。まあまあ、まずここの20だ、ね、最初は20ね。OK。で、ここどうするかね。次7でしょ。そう。で、これキング打っちゃって、次17にする。そうしよっか。あ？ああ？待って待って待って、どうなった？え？どういうこと？ああ。え？どういうことだ？
なんだ今ランダムになってこれ がそうキングを出したことによってこれが生まれたんだ。ランダムなキングでそれが生まれたことによってお前が出したキングがそれになった。なんてことだ。ってことは次のやつもランダムになるってこと。ああなるほど。次にプレイするカードはか。じゃあ17だね。これこそ。これこそ17か。うん、相手クソバーストは勝ちだ。なるほど。ボスっぽかったのにな。前のプレイは最高だった。褒めてくれ。お前は弱かった。お、フォイルだ。全部フォイルか。フォイルだから手札だね。だからロックできる。必ずロックできる。なるほどね。このカードしかも燃やせる強いね。フォイルクレジット。ナイのマイナス11を1枚プレイする。ハンディ。ハーフね。これも一応見るかフォイルだろうしな。きたー。出たーもう。まあ、スリーブか。スリーブっぽいな。まあ、3枚目の 0.5。燃やせるしね。それにする？ああ、燃やしたら。ロックだよ、一応ね。まあ、ロックはしちゃうんだよね。満面ロックだから、まあ、それだけ注意して。もらうだけもらっとくわ。OK。まあ、20が多いからね。0.5 欲しいと思うんだけど。そうね、21にはしたいね。フロアパーソンも来てくれました。ヒット。ヒット、ヒット、ヒット、ヒット。ほう。相手は20。ロータス欲しいなぁ。まあ、ブラックマジシャンがあるので。強気にプレイ。打ってもいい。ああ。まあ、一応、脱獄もできる。ちょっともったいないけどね。そうねぇ。まあ、耐えたっていい。打ったっていい。ドロー。よーし。おい。一点ならいいかな。いいんじゃない。許してあげよう。ロータス来い。ロータス。うわー。あ、てかロータスデッキにあった今。レオロータス。大丈夫か。ああ、多分あると思う。21。オッケー。21までいける。21、21。いけて。20。Okay、いいんじゃない？でランダム10ね。あ、はい、とても強いね。何もなければ21 OK。シールドをくれた。ほう。え？弱くない？何この鼻くそみたいな。弱いやつもらうやつだ。強いのもらう代わりになんか弱いのもらうイベント。はい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 。なんか無理やりバーストあれだね。エクスプロイト。あ、これエクスプロイトされたらまずい。エクスプロイトされたら大バーストだね。でもエクスプロイト。あー、これだ。これ21確定か。相手も21だ、これ。強いな、ジャックと豆の木。ね。20だよね。だな。いった。あれだ。シールド取り除きか。シールド取り除きだ。なるほどね。マックスが20になった。強いね。まあまあまあ。ランダム3だ。次が10だったよね。10。うん。まあ言っていい、強気で。こっから分かんないんだよな。10。じゃあ、ブラックマジシャンかな。まあ、もしくは、強制体。どっちでもいい。どっちも同じかな。ほぼ一緒。強制体だったら10になるんだよね。そしたら俺まだ引けるか。インスタント対してちょっといろいろ進めてみようかな。でも6、7か。それか、6、7。燃やしたら13。燃やして13の方がいいんじゃない？燃やすってのはこれ？うん。じゃあ。で、あ、いやいや、ヒットして。引いて、うん、20ね。で、一応デッキが、ロータスか何でもいいか6だけダメか。ホールパスなんだよね。一応4分の3が当たりなんだけど4分の1で飛んじゃうよってことね。うん、しかも相手20だから、これあのフルバーストです。これはあ困るね。スペードだから。でもあれか、バリアか。バリアぐらいだけど、まあよく言うとこれが欲しいんだよね。それでもロータスでも、ロータスでもいいのか。すごい、ナイス。じゃあロータスで、で、まあ、何か選んだ方がいいね。これ回復とかもできるから。1個なんだよね。そう、どれか1個。
ダメージはもう整ってて、同じだと食らえないんだっけ。ハードでいいんじゃない。これ俺の方が21だから、これ俺のやつ出んのかな。どういうこと。あ、相手もマックスじゃん一応。あ、お互い出んじゃない。お互い出る のかな多分。見てみましょう。回復もしたし、あ、勝ちなんだ。あ、シールドもねえんだ。てか普通に勝ってるからか。20と21で、さすがに21が勝ってるから同じマックスでも下がるのは良くないんだ、うん、なるほどね。ナイス。おお。うわ、欲しい、うん、ダイヤのエース欲しすぎる。ハーフでもいいね。え、良くないでしょ。ん、あ、よく、あ、いや強いと思うよ、ハーフ。ハーフ、まあ、エースも強い、もちろん。どっちがいい。同じかな。まあ10多いからってこと。うん、まあエースの方が1にもなるし11にもなるしでいいんじゃないですか。やっぱダイヤのエースもらうか。うん、よく考えたらダイヤのエースってブラックジャック界の特殊カードなんだな。もう最強だよ。ギャンブラーまた来たか。いいだろう。 OK。 6キング、 16効果はなし。なし。まあ相手がもうスタンドしてるかな。し、あ、したね。3点か。うん、まあ受けたっていい。受けよう。どうせバースト。そうだな。ロータス来た。あ、来た。よし。ロータス打たなくていい。打ちて。まあそういうつもりで打ってもいいけど。いいよね。だって3増えるんだもんね。うん、じゃない。ってまあ意味ないけどいいでしょう。3枚燃えることに意味があると。はい、 OK。 3アドバンテージ強え。キング、しかもロータス消えてない、もしかして。ああ、無限ループ消えてねんだ。ロータス無限ループだ。まあタイがあるのでレッツゴー。レッツゴー。あ、強いけど、まあレッツゴーじゃない。ああ、インスタントタイ、うん、いいと思います。はい、OK。 インスタントタイも強え。狂ってる。あ、来た。カモン。よし、よし。ブラックジャック、うわ強え。やるね。ギャンブラーだなあいつも。何でも良いと5 7 7 7 5 7 7 5と2 7 7 5 2。あ、いいんじゃない。くらえ、ブラックジャック、つえ、ブラックジャック、つえ、10 20。ブラックマジシャンまで引いていい。8が残るか。まあ20で打つしかないかな。そうだね。どうだい。お、スタンドじゃないこれ。よし、オレ。で8がブラックマジシャン来ると。8ロイヤリティで何が来るか分かりませんよ。6ブラックマシンあるから打っていい。エース来た。まだ打ってもいいぞ。強気でいこう。18。おお、並んだね。一応スタンドしてるから同点にはできる。まあしゃあね、ここは。オッケー。エース来た。これロックしちゃダメかい。いいんじゃない。ねえ。いいよ。エースロックなんて強そうだよ。はい、6。これからもう10来るたびお前死ぬぜ。はい。はい、死んだ。はあ。はい。あ、はい、死んだ。んだなんて強いんだ。なんて強いんだ、エースロック。ロータス打っていいね。ああ。あ、5か。50か。5か。まあ、5とロータスで。うん。5を。キングで変えてブラックマジシャンで1個消す。大暴れだね。あ、もうあり。まあ、その後だってブラックジャック、ブラックジャック、ブラックジャックだよ。まあね、あ、相手 HP1 なのにな、うん。じゃあそれで勝ちますか。あ、ヒットで5が来た。これランダムだっけ。ランダムなキングに変える。あなたがプレイした他のことはさっきみたいに変なのが来たら、なんか変なのが来てこれが変わっちゃったりしたらもう GG だけど、ドゥンバイね。まあ大丈夫でしょう。なんでこれもう。なんでだよ、いつもいつも。じゃあブラックマジシャンで、あ、待てよ、
ダメか。ブラックマジシャンで7の6は燃やせないのか。まあ、めんどくさ。ロータスで18でタイにしよう。そうだね。めんどくせ。必ずそれになるやん。何なんだろうね。俺でブラックジャックで勝てばいい。おい。はい、ブラックジャック。いや、1のホールド強すぎ。1のホールドが強すぎる、これ。毎ターンブラックジャックじゃん。あ、出た。4077。ファーストしない場合ね。あ、出た。ああ、エースもらいましょう。いいと思います。あ、もうロックする。爆速でロックする、これ。エース引いて。爆速ロックね。ルーレット、サイコロ賭博。ルーレット。まあ、出た。いらなそう。いらなそうってこれになっちゃうんじゃなかった？あ、全部変えるんだっけ？そう。エースは残ってくれるんだ。エース以外のカード。ああ、4ね。42チップね。4でいいですか？ハートの4。この前1だったよね。この前1だった。うん、エースとかにはなんないよね。4ってちょっと具合悪いか。444で22だもんね。ちょっとやめようか、4は。出た1。どうですか？具合は悪いね。また1だよ。これで次ラスト。いったれ、なんかすごいことになれ。4だ。元に戻った。しかもチップな。あ、まあ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 。ハートの4度がマシだって。よくないっすよ、これ。ルーレットよくないね。あ、近道。この前別れたんだよね。ちょっとこのまま進んでみるか、今日は。あ、そう、別れたんだね。この前別れた。もう多分意味ないと思うけど。50チップね。はい。出して。イエーイ。あなたの大ファン。HP わかんないんだけど。大ファンだったらね。まあ、そこまで言うなら君が。あ、本物の本人だ、実際に会えるなんて。HP22。ああ。お前のツイッターのフォロワー数参照とかだったら面白かったね。怖っ。はい、ロック。死ぬぜ、お前。お前もロックか。いや、ホイールから、そいつは。あー、なるほど。スリーブからスタートしたなぜか知らんけど。まあ、読んだよね。それ、大体読んだ。大体読んだね。バーストしたらワンチャン死ぬね。相手はダイヤと。あー、死ぬね。本当に死ねば。これは一旦耐えですかね。オッケー。うわ、マジか。エース、エースか。そりゃ運が悪いね。運悪いね。引くわ。4が来た。4が来れば熱いけど。まあそうだよな。4が来れば熱いけど。バーストしたら全然死ねる。まあ一応死なない。1点残るか。このままいけば。うん。ただ相手が。おい、危な。砂渡りだね。よし、オッケー。5チップ失って5ダメージ21。ワンチャン勝ちまでいく。いや、いかないな。いや、勝たないんだったらスタンドで。うん、強っ。ロータス使いで相手もラック。え、待って、分かった。同じデッキなんだ。俺のデッキだ。俺のデッキじゃん、これ。同じデッキなんだ。あー、分かったわ。アホみてえに4出してくるんだ。あ、そうだよな。いや、今ブラックロータスの時点で分かったわ。乗ってねえよ、その数千万するカード。いや、怖え。どうじゃないっすか。カモン、カモン。3払って6払って3を作った。何をする気だ。あ、21。強え。え、それはずるいよ。ずるいよな。次4を引くこと分かってた動きだよね。あれ、もしかして見たデッキ。ああ、ファーサイトだ。ファーサイト使ってた。使ったんじゃない多分。さすがに4が来るって確実に分かってたから。さすがにだよね。3増やしたんだ。やるね。はいはい、こっから。あ、ダメだ。これはダメだね。出たよ4。まあいろいろあるから。そうね、ヒットで。
7でいい。おってことはよかったね。あれ ?7、11? なんでだ。あ、11か。11じゃダメだ。そうだよ。まあまあ、引くか。ああ、4ね。まあ、バーストはないね。まあいいじゃん。なんならまだ引い4でアウトだけど、4が来たらバーストか。グリッチも全然アウトだね。じゃあ行くか。引きてー。まあ我慢するか。うん、いや、わかる。ブラックロータスとかあるしね。エースか。エースグリッチロータスね。だったらこれキング、またあれだけど、キングでホールパスを変えちゃえば、一応21ではある。なるほどね。うん、まあ、信じれないけどね。なんか。まあ、よかった。オッケー。強いやつだ、しかも。ほら回復、うめえ。今までで最高のゲームだった。来たブラックマジシャン。で、あとはエース、フレキシブルエース。まあ、てことはこれも強いよね、実は、ね、まあマイナス1ならね。見るだけ見るわ。ハッピーバースデー。永久にラウンドアップ。永久にはよくわかんないけど、まあとにかくラウンドアップ効果つきます。ブースターパックを加える。は、ランダムなカードを5枚手札に加える。そのうち1枚はフォイルになる。ほう、5枚のブースターパックを加えて、ブースターパックプレイ時にランダムなカードを5枚手札に加えると25枚加わるってこと。とんでもねえ、もしかして合ってる俺の言ってることは。もらっとく。だ、ブースターパックが燃えるたびにいっぱい燃えるんだよね、多分ね。そうだよね。そうすると、うん、この効果でアドバンテージが無限に増えるってこと。じゃあちょっとやってみよう か、ね、ハッピーバースデー。怪しいけど。お、来た、ピットボス。わあ、勝てるかな。よし。そっか、さっき俺のファンツって HP 低いっつったけど、俺だったのか、HP 低いのは。そうね。そうだね。ザコやん。100だった、100だったのね。なるほど、ね。俺もザコやんって思ったけど。ハッピーバースデー。エギランドアップ。1。はあ。うん。バーストしてるけど。うん。だ、相手の。ああ、そっか、バーストデッキだ。4か。まあまあなバースト率だね。あえバーストだし、俺も行ったれ。ロータス来た。まあ、ロータス使っときたいね。そうね。少なくともね。まあ、16点与えるならいいんじゃないの、これ。うん。あり。なんでもいいよ、これ。いいよ。ナイス、ロータス。ドン。守護。よし。うわ、4だったら打っとけばよかったね。ね。7、エースか。エースね。クイーン、7、22なんだよね、7エースだとな。まあ、エースロックするとして。エースはロックしたいね。だクイーン、クイーン1、エース4。までいけば19かな。そうだね、19点。それでいいんじゃない。で、次はブラックジャック。ブラックジャックだけど、その次はまたエース4ってくるから、まあ、それはカットするか。あー、そっか。エースカットで防ぐしかないね。脱獄して、エース4を防いだ後に、キング、ブラックジャック2連続と。あ、いいでしょう。これ、1、もう1枚で4、うん、で6、うんうん、で19点与えの、うん、ここは、あー、そっか、あ、これそう、このキングか、ごめん、ミス。あー、もうこのキングうぜえ。まあ、だったらエースプレイして、次エースでしょ、確か。次エース、エース10かな。あ、エースはキングにしちゃおっか。うん、あ、まあでもそうする、あ、これか。あ、取り替えおっか。で、エースでしょ。エースをキングにする。そうしよっか。うん、ありよ。変なのだったけど、まあ21、 OK。 いいじゃん。よし、コブラのよくわかんない。31点結構入ったね、うん、さあ、これで次が4だっけ。まあ4か。で、ジャッククイーン、ジャックキングとかだったら、ジャックキングか。あ、まあ、まあ次からブラックジャック、ブラックジャックっていけるんだったら、ここ15で一旦
お茶濁しか。うん、でも今さ、これインスタントタイプ、インスタントタイプとゼロになるんじゃない。そうだよね、ゼロになっちゃうね。ゼロになったら次20しか出せないから、スタンド、ここスタンドで次ブラックジャック2連発じゃない。そうだよね、そう思ったもん。ブラックジャック、オッケー、いてー、マジ削られ方えげちブラックジャック、あ、削り方えげちいんだけど、えげちいんだけど、だ、ね、あー強いねー、なんだよバーストデッキマジ、バーストデッキ強いねー、すごいねー、もういやー強かったのになー、ね、いやよかった、ロータスで燃やして3エネルギーゲットしてからの大暴れのコンボ、ね、いや面白かったよね、いやよかった、あとエースロック、とても良かったんだけどなー、強いねこいつね、こいつデッキが回るのが早かったね今回ね。そうだね、前回はさずっとバーストしてバーストしてバーストして、やっとそう最後にバーストと絡みがあるデッキがセットされて、そっからだったんだけど、今回そうね、初っ端から回られちゃったね。いや難しかったですね。まあまあしゃあないでしょ、はい、クリアする日は来るのか。はい。やっぱ回復が強い、そしてハート強かったね。まあクローバーでここまでやったなら良かったんじゃないですかね、うんうん、まあ、クローバーも強いけどね、多分一番きついのはチップとか、うん、チップちょっとゲロいね、そうなのと、うん、まあシールドも強そう、スペードね、うん、強そう、確かに。まあじゃあ次回は違う、まあ、デッキでまたやっていきたいですね。はい、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。